どうも、レウン TV です。今回は、細かすぎる小ネタ集、ペーパーマリオ、折り紙キング編。ゲームの前半を遊んでいて発見した、あちこちに隠された、細かすぎる小ネタの数々をまとめてみました。ゲームの冒頭で訪れる、ピーチ姫の城。よく見ると、床や壁の模様が、スーパーマリオ64の城っぽいモチーフになっています。また、序盤でクッパと一緒に登る螺旋階段は、ペーパーマリオの一作目、マリオストーリーのラスボス前に登る、ピーチ姫の城の螺旋階段とそっくりになっています。他にも、過去のペーパーマリオのネタが多数存在。見晴らしタワーのお土産コーナーには、前作、ペーパーマリオ、カラースプラッシュに登場した海賊船やサーカスの絵が飾られていたり、中盤で訪れるプリンセスピーチ号には、マリオストーリーやスーパーペーパーマリオの頃の懐かしのピーチ姫の写真が貼られていたり、ゲームの序盤に、次元の狭間という、スーパーペーパーマリオを彷彿とさせるワードが何度も登場したりと、今作はこれまで以上に過去の作品のネタが豊富に隠されています。操作を何もせず放置してそのまま2分半待ってみると、マリオがうとうとし始めます。さらに2分半待ってみると、座り込んで寝てしまいます。そしてさらに2分半待つと、完全に横になって眠ってしまいます。細かすぎる。さらに暑い場所で少しだけ放置すると、マリオが汗をかき出したり、寒い場所で放置するとマリオが震え始めるなど、しばらく待つことで見れる様々なモーションが隠されているようです。序盤のキノピオバーベキューガーデンで軽快になっている音楽、柱を叩くと、機械が落っこちて音楽が止まってしまいます。序盤の山で登場する喋る看板くん、裏側から見るとちゃんと突っ込んでくれる。看板を裏から見る隠しネタは、マリオストーリーやペーパーマリオ RPG の頃にもあったシリーズおなじみのネタですね。ピクニックロードにあるここの床を叩くと、初代マリオのゴール地点が、展望台のカフェの塀のブロックをよく見ると、初代マリオの地上ステージがモチーフになっています。また展望台のエレベーター前の床にはドットマリオが描かれているなど、ペーパーマリオだけにとどまらず、初代マリオのネタがかなり豊富に隠されています。キノピオがゲーム内でたまに発するセリフ、このセリフはスーパーマリオブラザーズ3のキノピオの家で登場する懐かしのセリフがモチーフになっています。
ンドの茶屋の店内で流れている BGM。 よーく聞くとマリオカートウィーのメイプルツリーハウスのアレンジ BGM になっています。大江戸ランドで登場するドンキーとサムスの被り物。キャラクターのセリフをよく見ると、ドンキーとサムスの文字が入っているという言葉遊びが隠されています。遊び心がすごい。以上、ペーパーマリオ折り紙キングの小ネタ集でした。また小ネタが溜まってきたら続編を投稿するのでお楽しみに。